はい、こんにちは。ウェブビジチャンネルの高原です。今日はですね、今更聞けないブログで稼ぐってどういうこと、具体的な商売の仕組みを解説しますというテーマでお送りしたいと思います。私もブログを、始めてからもう8年、まあ、9年はなってないと思うんですけど、8年ぐらいで、まあ基本的にそれをメインに、自分の暮らし、生計を立てたりとか、まあ会社をやったりとかっていうところまでやっているんですけど、まあ最近結構ブログに興味あったりとか、副業に興味があったりっていう方が結構多いと思うんですけど、まあなんかブログで稼いでる人がいるっていうのは結構一般的になってると思うんですけど、なかなか、それが具体的にどういうことなのかってあんまりピンときてない方もいると思うので、今回はちょっとその辺について解説したいと思います。ではちょっとパソコンの画面を見ながら、解説したいと思います。はい、ということでですね、ブログで稼ぐってどういうこと、具体的な商売の仕組みを解説しますというところなんですけど、まあこれかなり初心者向けというか、まだブログをやってなんかこう稼いだりとか、やったことがないっていう方に向けてのお話になるかなと思うんですけど、まあこういうお悩みの方へというところで、まあお金の不安がありというか、まあお金の不安ない人いないと思うんですけど、まあ情報を集めることでこう将来の、こういうことができるかもなっていうなんかイメージをこう固めたいというか、そういう方に向けてだったりとか、あとちょっとまだ行動する気はないというか、本格的にブログやったりとかってもしかしてしないかもしれないんだけど、そのリテラシーとして知識として知っておきたいという方なんかのお役に立つんじゃないかなというふうに思います。では早速ちょっと本題に入っていくんですが、じゃあブログで稼ぐって結局どういうことかっていうと、まあ、大きく4つに分かれるかなと、分かれるというか大きく4つの手段があるかなというふうに思います。で、1つがアフィリエイトをやるっていうところですね。で、2つ目がアドセンス広告をやるっていうところと、3つ目がサービスを提供するっていうところですね。で、4つ目が物販をするっていうところで、まあ、もしかしたらちょっと他にもあるかもしれないんですけど、大まかにはこの4つ、ブログで稼ぐっていうのは、まあ、この4つを組み合わせるか、この4つのいずれかをやるかっていう方になると思います。で、ちょっと、まだ馴染みがないワードとかもあるかもしれないので、その辺も解説したいと思うんですけど、じゃあ早速ですね、まず1つ目、アフィリエイトからですね。まあ、僕が一番こう長くやってる商売の一つだったりするんですけども、まあ、アフィリエイトも結構聞き馴染みがある方も結構多くなってきてるかなというふうに思うんで、実際やったことない人でもその本業の仕事の方が、集客をアフィリエイト使ってるとかっていうところも結構あると思うんで、やったことない人でもある程度こう名前は知ってるかなと思うんですけど、まあ、いまいちこうピンとこない、なんか何回説明されてもあんまピンとこないなっていう方とかも結構いると思うんで、まあ、ちょっとできれば分かりやすく説明したいなと思うんですけど、アフィリエイト何かっていうとですね、まあ、一番わかりやすく言うと、多分紹介料をもらう商売っていうのが一番わかりやすいかなというふうに思います。で、まあ、要は楽天で、そうですね、僕が最近ちょっとこうゴルフとかをハマって練習してるので、例えば僕が、今楽天で見つけたそのめちゃくちゃ良さそうなゴルフクラブを、皆さんに紹介して、皆さんのうちの誰かが買ってくれたら、僕はそのお店からちょっとだけそのゴルフクラブの料金のうちの何パーセントかを、紹介料としてもらえると。で、それもなんかこう来月とかに銀行に振り込んでくれるみたいなものですね。これが、紹介料をもらう商売っていう意味ですね。で、まあ、楽天とかアマゾンとかも当然アフィリエイトのプログラムありますし、そうじゃない一般の企業さんの商品なんかを紹介したら、その商品料とかその紹介料をもらったりしますと。で、そうですね、まあ、じゃあ例えばちょっと画面でお見せすると、これまあ一番アフィリエイトでは有名なA8 ネットさんという一番大きくて一番多分種類が多い、まあ、代理店さんみたいなもんですね。僕らアフィリエイトをしたい人と、企業さんの商品をこうマッチングするようなところのサイトなんですけど、例えば、カテゴリーでちょっと調べてみて、あ、今ちょっとグルメ食品、カテゴリーから見ましょうかね。カテゴリーだけで言ってもいろんなものがあって、健康だったり美容だったりとか、不動産、引っ越し、暮らし、ギフト、そうですね、じゃあ暮らしでちょっと探してみましょうか。どういう商品があるかなっていうところですね。はい、で、早速出てきたんですけど、楽天電機ですね。楽天電機を、紹介したら、
ここですね、成果報酬契約料が初回契約756円ということなので、1件楽天電機を紹介して契約した方がいれば、例えば僕が紹介したら、僕に1人にあたり756円お金がもらえるということですね。で、まあ、当然普通の一般の人がその僕の紹介でこの楽天電機に申し込まないといけないので、それなりにこうちゃんと楽天電機がなんでいいのかとか、なんで乗り換える必要があるのかとかっていうところをちゃんと説明できるレベルにはこうならないとなかなか難しいんですけど、まあそういうことができます。うん、これも電気代ですね。エネオス電機っていうのがあるんですね。エネオス電機、これちょっと楽天電機さんよりちょっと高いのかな、まあ、みたいなもんで、名刺入れだったりとか、印鑑っていうのもありますね。印鑑、印鑑多いですね。印鑑多くて、クーポンサイト、このクーポンサイトおすすめだよみたいなことで、入ってくれたらちょっとお金がもらえるとか、多分そんなんですね。うん、あと最近流行りのというかあれですね、自動オートロックのこう後からドアにつけれる鍵のやつですね。多分これはリクシルさん大手のやつですね。まあ、こんな感じで、いろんな商品があって、その自分が好きなものを、紹介することができるわけですね。なので、その、自分が一般の人にこう紹介できて、どれがおすすめかっていうのを説明できるようなもの、そういうジャンルでブログとか、インスタグラムだったりツイッターだったりとかっていうのをやって、まあ、一般のネットでつながった人たちにそれを紹介するっていうようなことがアフィリエイトになります。で、まあ、さっき見たようにですね、多分やったことない人からしたら結構普通に自分が知ってるような大きい会社の商品とかめっちゃあるなっていうのが分かると思うんですけど、まあ、こんな感じでその商品ももう無限大で、本当にいろいろあるので、そのどういう SNS だったりどういうブログ運用してどういうふうな商品紹介しようかなみたいな、そういうアイデアってこう結構無限大にあるので、もういろんな稼ぎ方をされてる方がいらっしゃるかなというふうに思います。はい。で、次の稼ぎ方ですね、ちょっと長くなってるんですけど、要は、ブログで稼ぐ方法の手段の2つ目ですね。アドセンス広告。アドセンス広告って何かっていうと、まあ、YouTube 見られてる方はもう分かると思うんですけど、この YouTube の間に広告が流れてくると思うんですけど、この広告に対して、お金が入ってくるっていうやつですね。例えば、僕のこの動画も多分、広告貼ってると思うんですけど、途中で広告が流れて皆さんが見るじゃないですか。それを一人見てくれたら、まあ、いくらっていうお金がその僕の方に広告料として入ってくるっていう仕組みですね。で、ただまあその一回見てくれたからといって、その広告はもう本当 0. 何円とかしか入ってこないので、ある程度いっぱいいろんな人に見てもらわないと、なかなかこう、まあ、普通に使えるようなお金にはならないというところですね。で、これは YouTube の場合もそうですし、ブログですね、ブログをやった場合も同じようなこと、同じような仕組みになります。で、それはアドセンス広告と言います。で、まあ、これはまあ、メリットとしてはその 金額はすごい少ないんですけど、手軽にできる。で、まあ、10万、20万とかもっと100万とかそういう単位で稼ごうと思ったら、もうとんでもないアクセス数が必要なので、結構難しいっちゃ難しいんですけど、手軽に始められるっていう感じです。ちなみに僕のこの YouTube チャンネルなんですけど、2万人ぐらいいて、2万2000人か2万3000人ぐらい登録者さんいてくださるんですけど、それで、まあ、ちょっと僕投稿がガッとやれる時とちょっと忙しくて投稿が滞る時があるんで、すごい波があるのはあるんですけど、このチャンネルで、割といい時で、広告収入、アドセンス広告が12、3万とか15万とか、そんぐらいの規模感です。で、全然こう投稿しなかったらもう3万とか4万とかそんぐらいの金額になります。で、まあ、ちょっと僕の動画、その再生数が多い動画と少ない動画が結構極端なので、もしかしたら他の、2万人ぐらいの登録者さんの YouTube チャンネルだったら、もしかしたらもっといってるかもしれないんですけど、まあ、一応こう参考までにというか、2万人で、これぐらいの再生数だと、
まあ、10万とかぐらいの、まあ、レベル感なんだよっていうところで、結構思ったよりなかなかそのアドセンスだけで稼ぐって結構難しいかなっていう感覚があります。まあもちろんその数千円とかだったら全然いけると思うんですけど、やっぱり2万人ぐらい登録いってもまあ10万ぐらいかっていう感じなので、まあもうちょっとまあ頑張れるという話なんですけど、まあそんな感じですね。はい。で、次ですね、ブログで稼ぐ方法の3つ目、サービスを提供するっていうところですね。はい。で、サービスを提供する、例えばもうこれはもうアフィリエイトとかアドセンスとかそういう難しいこと一切なしで、もう普通にサービスを提供するですね。例えばワンちゃんのお散歩、じゃあ1000円で1ヶ月週に3回ずつやりますよとか、まあお掃除の代行とかでもいいかもしれないですし、筋トレちょっとお手伝いするんで、その分一緒にジムに行って筋トレ手伝いするんで、その分1時間いくらくださいみたいな、まあちょっとジムによってはそういうのダメなとこも多分あると思うんですけど、まあそういうのでもいいですし、まあ普通に商売を考えて、まあ普通にやるっていうやつですね。で、一応僕はその8年間ぐらいそのネットでこうあれこれ商売をしてきた経験とかいろんな人を見てきても、実は一番これがその簡単なんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりもします。で、なんでかっていうと、その、なんだろう、まずは普通に友達とか知人とかから1000円をもらうっていうところから始めれるんですね。で、アフィリエイトとか、アドセンス広告で1000円持っていくって結構最初の方大変だったりするんですね。もちろん全然すぐ行けるんですけど、すぐ行けるというか、すぐ行けるは語弊がありますね。行ける人はすぐ行けるし、まあ行けない人は結構時間がかかるような感じですね。ちなみに僕はアフィリエイトで1000円稼ぐのは12ヶ月かかったんで、初めてからですね。12ヶ月ほぼ毎日更新して1000円だったって。まあ他の動画でも話したと思うんですけど、980円の発生金額、売上だったんですけど、1000円からしか入金されないっていうルールだったので、まさに先ほど見せた A8 さんだったんですけど、1000円からしか入金されないので、980円が入金されないままずっと残ってたっていうちょっと経験があるんですけど、まあそれぐらいこう1000円稼ぐのって大変なんですけど、でも友達から1000円もらってなんか手伝いするって結構簡単だと思うんですね。で、結構商売もその延長みたいなところがあるので、一番手っ取り早いのはこれかなというふうに思ってます。で、まあちょっと商売ってこうハードルが高いと思っちゃうかもしれないんですけど、そんなこともなくて、よくよく考えたらカレー屋さんってこう美味しいカレーを自分で頑張って作って、ただそれをまあただって言ったらちょっとあれですけど、そのカレーを作って出してると。で、マッサージも自分で極めて、いろんな人にやってみて経験を貯めて、出張でやるってなったらもう立派なサービスですし。まあオンラインだったらそのウェブ制作とか YouTube の編集とかですね、あと YouTube の文字起こしとか、本当に知識なくても誰でもできるレベルのことでも普通にお金払って発注したい人いっぱいいるんで、そうですね。なんでこういうサービスを提供するっていうのは一番手っ取り早いかなと思います。で、SNS とちょっとブログでですね、人を集めてというか、同じような趣味思考のある人とつながって、その人によかったらちょっと1000円でワンちゃんの散歩したりしてるんですけどどうですかみたいな感じでやっていくと、もうそれでも全然ブログで稼ぐということになるんですね。なんで全然いけるかなと思います。はい。で、3つ紹介したので4つ目ですね、最後物販をするっていうところですね。まあこれはもう説明する必要もないかもしれないですけど、まあ物販ですね。で、物を作って売るか物を仕入れて売るかっていうところなんですけど、そこをそのブログだったりとかインスタグラムだったりとかツイッターだったりとかっていうところと組み合わせてやっていくと。で、まあやっぱり言うてもただの商売なんで、もう本当近所のおじいちゃんおばあちゃんがやってるようなその野菜屋さんとかそういうこととやることは別に変わんない、もう本当商売って感じだと思うんですね。で、それがちょっとこうインターネットを使うことが増えるというか、その売り方がその商店街で売るんじゃなくて、インスタでちょっとこう魅力あるような写真とかでこう拡散して、興味がある人、フォロワーさんに、こういう商品ちょっと今新しく仕入れて売るんで、興味ある方見てくださいみたいな感じで、詳しい説明の方をブログに書いて、で、そこで興味がある人はちょっとこう注文してもらうみたいな、そんなのがもう、まあ物販っていう感じですよね。
なのでちゃんと商品の良さとかを見せることができれば、もうブログとインスタで物販全然できたりすると。でこれもブログで稼ぐということになると思うんですね。ということで、まあこれがまあほぼこの4つでブログで稼ぐの全てだと思うんですけど、これを本当にちっちゃい個人さんの初心者の方からもう、ブログをメインの集客にしている企業だったりとか、まあ事業さんとかもいらっしゃいますし、まあとにかくそういう形で稼ぐ、でもやってることはこの4つのどれかなので、ほぼほぼまあブログで稼ぐっていうのは要はそういうことっていうお話ですね。で、最後ですね、ちょっとこう暮らしを良くするために、まあ、今できることというところで、一応今回はまだブログとかもまだやってないとかちょっと始めたぐらいのすごい初心者さん向けという想定のお話なので、まあ、その段階でこうスキルとか知識とかまだそんなにない段階で暮らしを良くするためにどういうことができるかなというのをちょっと僕なりに考えたんですけど、まあ結論、まあ、やるかどうかちょっと、まあ、皆さんのご判断にお任せするんですけど、まあ、今始めるならばっていう前提だと、SNS とブログの組み合わせが必須かなというふうに思います。で、どんな組み合わせでも別にいいと思うんですけど、Twitter とブログを組み合わせる。もしくはインスタとブログを組み合わせる。それはその自分が紹介する商品だったりとか、自分がつながりたい人たちが、どっちの方が使ってるかなっていうことで判断するっていうのが正解で、ツイッターがいいからツイッターとか、インスタがいいからインスタとかっていうものがあるわけではなくて、自分がつながりたいとか、自分がこういう例えばゴルフの商品とかゴルフのレッスンを紹介するのであれば、ゴルフやってる人がどっちにいるかなとか、自分と同じような感じでゴルフやってる人がどっちにいるかなみたいな、なんか同じゴルフやってる人でもちょっとインスタだと、まあ、ちょっとこうなんかリア充感がある感じでやってる人だろうし、ツイッターでやってる人の中にはこう何て言うんですかね、その黙々とこそっとやってる系の人たちもいるかなとか、まあ、自分はどっちに近いかなみたいなことで判断するっていうのが正しいので、まあ、どっちがいいっていうのがその漠然とした正解があるわけではないですけど、まあ、とにかく何にしても SNS とブログは組み合わせが必須かなというふうに思います。で、まあシミュレーションでいいので、どんな SNS にして、まあ、どんな商売のスタイルにするか、まあ、ちょっとこうアイデアを考えてみるとかだけでもすごいその将来に役立つかもしれないし、まあ、少なくともそのシミュレーションするだけでそのネットのこととか、商売の感じとかがこうなんていうんですかね、知識としてついていくので、そういうのも暮らしをちょっと良くするためにいいかなというふうに思います。で、ちょっとここ実際始めようかなと思っている方にちょっとアドバイスなんですけど、まあ、やりたいことでブログ始めましょうとか、得意なことで始めましょうとか、まあ、僕も結構昔から言ってたりするんですけど、結構なんか皆さんの反応を見てると、なんかやりたいこととか、好きなこととか得意なことでって言うと、なんかハードルが高すぎて、いや自分そんなのないんだけどってなる方が多いなっていうのをちょっと最近思ってて、なので意外となんか そこまでハードル上げなくていいというか、なので例えば自分がやっていて苦じゃないぐらいのことだったりとか、まあ、どうせ仕事としてなんか紹介したり調べたりするんだったら、まあ、個人的にもちょっと興味がある程度のものであれば、まあ、割と調べるのも全く興味ないものよりは苦痛じゃないよねぐらいのもの、そういうところで調べたりとか、まあ、こういうことだったら、なんだろう、例えば学生の時に、家庭教師してたんで、まあ、そういうお宅に訪問してなんかこうマンツーマンというか個別でなんかお手伝いするのとか全然なんか慣れてるなみたいな感じ、だったら、まあ、そういうところでこうお金をもらえる方法がないかっていうのを考えるっていう、まあ、そういう感じでいいんじゃないかなというふうに思います。で実際僕もなんかこう一応ウェブでその起業してそのほぼ就職することなく割とこう時間的にも自由に暮らせて、ありがたいことにこう仲間にも囲まれてみたいな感じでできてるんですけど、じゃあめっちゃやりたいことやってるかとか最初からこう好きなことを超やってるかっていうと別にそうではなかったりするので、例えば僕そのインターネット回線を販売するアフィリエイトとかも結構長くもずっとやってたりするんですけど、じゃあインターネット回線のことめっちゃ好きかっていうと別にそうではないじゃないですか、ぶっちゃけ。なんですけど、まあネット回線のこととかネットの仕組みとか通信がどうやって
なんだろう、なんでスマホが他の人のスマホになんか送ったりできるのかとか、ちょっとそういう仕組みとかはなんか普通に気になるなみたいな、なんかそういうところでちょっとした興味でやってただけなので、じゃあめっちゃ好きかっていうと別にそうでもないので、なんか好きなものを探すっていうのはそもそもちょっとあの語弊があるというか、その解釈の仕方が難しかったかなというふうに思って、ちょっと反省している部分はあるんですけど、まあそんな感じで考えてもらえたらいいかなと思います。で、ちょっと試してみたい人、ブログで稼ぐとか、SNS で稼ぐみたいなことをちょっと試してみたい人に、最初にハードルとしておすすめなのが、なんかいきなりあの SNS とかブログ、まあ、手出すのももちろんいいと思うんですけど、まあ、その前段階というか、それと同時並行ぐらいで、例えば友達とか、まあ、知人とかに、アフィリエイトの商品だったりとかサービスだったりとか、まあ、もちろん自分で作ったサービスでもいいですし、自分ができるお手伝いでもいいですし、あと自分が売れる物販でもいいんですけど、とにかくなんかこういうのでネットで、ネットのビジネスにできるんじゃないかなとか、ネットの副業にできるんじゃないかなみたいな思ったものを、まずは友達とか知人に向けてちょっと売ってみるっていうことをやるといいんじゃないかなというふうに思います。で、正直友達が買ってくれないような、伝え方だと結構きついというか、知らない人が買う確率は結構少ないかなというふうに思います。で、まあ、もちろんその全くゴルフ興味ない人に、興味ない友達にゴルフのクラブ売ろうとしたって絶対売れないとは思うんですけど、まあ、それなりにその属性が合ってる人に対して、で友達補正っていうのがかかっていて、売れるかどうかっていうのはまず一個、なんだろう、普通のネットビジネスをする前のレベルで練習ができるかなと思います。で、なんかちょっと説明するときも、その友達としてじゃなくて本当にいるかどうか、自分の説明で本当にいるかどうかで正直にちょっと決めてくれみたいな感じで、ちょっとハードル厳しめにしてちょっと紹介してみたりとかして、ですると結構リアルな反応とかが見れたりとかして、でそれはですね、そのブログの説明とか商品の比較の記事を書くときとかの、もうそのまんま使える情報になってくるので、すごく練習になるんじゃないかなというふうに思います。ということで、今日はですね、そういうテーマで、テーマなんでしたかね、今更聞けないブログで稼ぐってどういうことっていうテーマでお話ししてきました。ということで、まあ、興味がある方はですね、今後もブログについてだったりとか、SNS の使い方だったりとか、集客だったりとか、それで、暮らしをどうちょっと豊かにするかみたいなことを発信していこうと思いますので、よかったらまた別のコンテンツも見てください。ということで、今回は以上となります。ありがとうございました。